ハロー皆さん、どうも、パワープロ2018ペナント編阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。んじゃね、いつも通りデバプレイ、チャンスになると俺がプレイしていく、よろしく。先発は岩佐だよね、これは。うん、岩佐だ、行かせますわ。糸井さんを俊介にしてと。もうこれ調子がね、皆さんね、これで、まあ、レフトナバーロやな。3番ナバーロ、 OK。 こうするか、今回は。よし、これでやっていこう。 OK。 相手のヤクルト打線も好調やな。阪神甲子園球場です。ガラガラ、こんな入らんもんかね。マジックももう点灯してるっていうのにはもう5とかやで、マジックにもかかわらずこれ。フラッシュだけはすごい。さあ初チャンスは糸原のところです。原ジュリー、糸原、よっけ、ボール。第2球投げました、決まった、スライダー。第3球を投げました。いいん、これ落ちるんちゃうか。いや落ちるな、これ。よし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 、ナイスバッティングです。いいですね。第9投げた、よし、ど真ん中シュート、ありがとう。素晴らしいバッティング。右打ち、原口はもうね、ホームラン、うーん、ホームランボールやな今のは。俺が最も得意とするコースに来た。これはマジか。ここで俺の代名詞ゲッツーが出てしまった。すまん原口。チャンス、コン、チャンスは来ねえ、来ねえな。来た、中谷のところで2割8分2厘と。うわ、上々、ほんま中谷素晴らしい。ただここへ打たんと意味ないからな。これも右方向に素晴らしい。ゆげは取れん。よし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 、大島なら取られてたわ。よし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 、これで今シーズン9度目の猛打賞となります。さあ追加点のチャンスにバッター、糸原。1点じゃ満足できねえ体になっちまったからな。最低3点以上は欲しい、最低ノルマだ。これもうまい、矢のような返球。さあここで大山、さっきの右打ちを思い出せ。第9投げました、もう。第2球投げました。これは真ん中に入ってきよるな、スライダーが。第3球を投げました、これもか、マジ。投球これから4球目、はい、ブロウ、いい守備や。誰、またこの謎が偉人。岩佐田は変えた方がいいんちゃいまっかと思っております。次回ってくるかも、もう回ってくるんですけどもよ、変えた方がいいんじゃないですかね、これは。行かせらんねえ。ただな、その後に投げさすピーもね、今のうちのチームいません。いませんね、これ。ただ岩崎に行ってもらうわ。そして守備も変えるか。あ、守備はこのままでいいか。素晴らしい。さあチャンスを、来た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 。さあまだまだ点取れ。第9投げました、初球外れても。もううちのチームには福留がね、もう2軍付けになる可能性が非常に高い。福留、誠意は言葉ではなく金額ちゃうぞ福留さん。もうあんたは
俺のペナントレースでは二軍付けはこれからあんな劣化したらさすがに使えんす。よしよしよし、その福留がいなくてもね勝てるから、うん、うちのチームは大丈夫です。これはうまくないっすね、申し訳ない、今のはひどいな。さあでもね初球打ちやっぱ狙っていいわ全然。さあここでサンタクロナワーロ打率もちょっと下降気味や、ここで一発景気づけに打とうぜ。何をポップフライを打つんだな、バレンティンでも取れる。さあ藤川が一番にで、別に守備固めはいらんな、うん、森子、うん、ナイス。さあ最後ドリスが出てきました。サードに今成でファーストに森越を入れます。 OKOK、これもうナバーロも変えていいんちゃうか、うん、ナバーロもエゴシにしましょう。はいはい、まあ、ナバーロファースト、うーん、まあええか。そうなるとやっぱ森越っているってなってくるけど、まあ、森越をね、うん、ひいきしてるミートとしては森越は一軍タイトルだ。 OK 素晴らしい、ドリスナイス。まあ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 、まあ、ナイスでもなんでもないですよ、ヤクルトですから相手はね。勝たんとおかしい、手こずってるけどな、前作も今作も。本当に今日は2人とも大活躍でした。広島以外には負けん気持ちで、ほんま強い気持ちでいくねほんまにな。そして西武はドリス、タイガース全員で勝利を呼び込みました。次のゲームも期待したいと思います。堂前さんよう喋るわ。ありがとう堂前さん。勝利、岩貞今季6勝目で、鳥さん1日1前俺がしたんだよ。中谷は4安打。原口変えるのは早いよな。2打席で変えんなよ。俺変えたわけちゃうよね。ちょっとナバーロがやばい。冷えてきたな。3番やばいか。メジャーでは何番打ってたんだ。トリプル A とかだと。3番適正ないな。何番がいいんだろう。全く打たねえ。ちょっと6番7番あたりでちょっとね打たせてみるか。フリースインガーの、うーわ阪神の梅野選手、いやこれキャッチャーおらんようになるぞ。まずいまずい、これまたロサリオとか今成がキャッチャーで出てくる。ちょ待て待て待て、うわ糸井さん A の80で、谷川坂本森越と、森越ほんま守備爆上げやな、めっちゃ上がってる。これはまた坂本を上げます。うん、ちょっと2日といえどこれはちょっとね置いとけないですね。それか森越を下げて坂本入れとくかっていう感じなんやな。まあでもですよね、うん、まあ小宮山でもいい気がするけども、坂本上げとこう。 OK これでいいです。さあメッセの調子は OK、 もうメッセ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 で行くしかねえわ、行くしかねえわ。で原口校長とで糸井さんも疲労との関係であれやな、俊介で糸原、やっぱね糸原の代わりが北条いるじゃん、北条北条で中谷センター、俊介ライト、ナバーロレフトと、ほんでどうする打順。これはちょっとまた3番打者おらんな。原口よな、でも原口はやっぱ8番に置いときたいのよな。大山かな、大山ちょっと3番にしてみっか。で7番ちょっとナバーロにするわ、ちょっと冷えてきてますんで。外野手3人5、6、7と中軸ってこと。中軸から下位には中谷俊介、ナバーロで2番は北条でいいでしょう、うん、OKOKOK、はい、で出番設定で、チームがピンチになると俺がプレイしていきたいと思います。まあ、メッセンジャー割かしピンチ招くんでね、そこを俺がなんとか抑えていきたいと。まあ楽な気持ちでいきましょう、一勝してるんだから。
やっぱ前の試合で、ね、勝ってるか負けてるかで全然違う気持ちの持ちようかな。めちゃくちゃ気が楽ですよ。負けてもいいんやで、負けたらほんまあかんないけど、もうちょっとで優勝なの。広島の結果次第。さあ、ウメッセじゃないですよ、原口とメッセンジャー。さあ、2番中村大輔。2点。何があった、メッセンジャー。さあチームはもう6点差。おお、9点差。おお、11点差。何これ。ちょ、びっくりしてる。こんな CP がいつもせんことやん。何があった。いや、ピンチ全くこんけど。いや、もうこんなロサリオ変えとこうぜ。モリコシ。あ、違うな。こうですね。レフトにエゴシ置いとこう。レフトにエゴシやセンターエゴシにしとこうと。よしで、ウェポン。いや、もうこれナメップでいいんじゃないですか。モリコシ。はい。で、サードもね、今なり入れまーす。はい、これでいいです。はい。あ、ここでピンチか。まあ、この1点はもうしゃあないんちゃうかなと思ってね。重戦3点差もあるんで。はい、三振。ありがとうございます、スンジャー。いい三振。はい、まだまだ点取って、最後メッセンジャー行くか、行かせる、これちょっと気になる。で、坂本にしましょう。オッケーで、鳥さん、糸原、行くでしょう。いや、もう変えていいんちゃうか、これな。谷川、いや、もうこれ変えますわ。島本行かせます。はい、島本ナイス。100勝達成、メッセンジャー来たー。完璧な投球だったな。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。いや、北条も素晴らしい。本日3打点。メッセンジャーは100勝達成、めでたいことばかりが。タイガース今日は大勝となりました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、甲子園球場からお伝えしました。いや、 CP がこんなにね、 CP の力だけで点取るなんてなかなか見んけどな。見いひんぞ、なかなか。こんな23安打て、おかしいだろ。おかしいのはお前の打率だよじゃねえぞ、これ。ほんま、あんたたちマジやべえ。ウェポン、北条やべえ、大山やべえ、ロサリオやべえ、中谷も、俊介も、ナバーロも、原口も、メッセも、いやー、23安打と打ちに打ちまくったな、これ。いや、こんな1年に1回あるかどうかの試合でしょ。打率みんな爆上げちゃう？北条5割になったぞ。打席数が少ないとはいえ、ロサリオも2割4分と、俊介、ナバーロも3割1分。いやー、どうした、ほんまに。弱いチームだとね、こういう大勝した次の日は全然点取れんっていうパターンなんですけども、どうなんでしょうね。すげえ、めっちゃファン3050人やって。はあ、まあ、メッセもね、100勝目達成しましたから、すげえな。阪神のメッセンジャー選手が通算100勝利。えげつね、外国人で。岡崎。ザキ岡さん。エスコバーキラーの岡崎が能力上がった。あー、そうか、これなんか横浜がね、なんか一戦だけあった気すんだよね。じゃあこれ、やってくか。じゃあやっていきましょう、これ。
そうだよね、これなんかあったんだよな、横浜が一戦だけね。ほんならね、どうしようか。ピッチャーがまたこれおらんな。岩田行かせても調子があれやし、ということで、まだちょっと、采配で変えますか。投手、野手、投手ですね。投手で、馬場やな。うん、岩貞かな。岩貞を一回下げの青柳を入れましょう。はい、これでいいです。はい、行きましょう。で、出番プレイ。で、オーダー変更。で、青柳。はい。で、糸井さんを俊介と。で、原口、大山、ナバーロ、中谷と。オッケー、オッケー、オッケー。いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？で、6番、3番、俊介にしても面白いかもしれんが、まあ、3番、大山がちょっと機能したかもしれんの。機能するかもしれないんで、ね、さっきの試合もそうだったし。オッケー、この打順でね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、で、出番設定で、チャンスになると俺がプレイしていくプラスね、最後はなんかピッチャーの方もなんかね、誰か、横山でいいんじゃないですか。うん、はい。いざ参ります。いざ参りましょうか。はい。あれ？これ横浜1戦だけだっけな？ 2 戦3戦あった？もしかして。それは覚えてないな。前回ね、終了間際に、終了した時に見たんやけどな、次に日程表どうなってるかなと思って確認したんやけど、忘れてしまった。24回戦の模様をお送りしてまいります。ベイスターズの先発は覚醒した男飯塚。対する飯塚覚醒してるのか、マジ能力チェックしたろか、うん、どうやら飯塚がね覚醒してるみたいだわ。タイガース先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で大山、どれどれ見てやろう飯塚の能力を、ね、上から目線で。ほー、元の能力がどんな感じだったんだ。うわー、めっちゃ覚醒してるな。いや、コンスタ CC になってるやん。変化量もカットボールが1上がって。へえ、飯塚覚醒したか。やべえ。覚醒した男。すげえな。めっちゃええ。いや、こんな大表ローテ全然いけますやんな。エースだろ。球団によっては。すげえ。第9球投げました。しかし、これまた見づらいな。投球これから2球目。これもでも、梶谷の。落ちないか。GG 梶谷が見れると思ったんやけどな、前作同様。もうチャンスで俺が打ったのほんま意味ないぞ。前作じゃないわ、前日あんだけ CB がなボロボロバッボッコボコ打ってくれたんやから、 SE がちょっとおかしい。さあ、これはコントロール定まったし。はーい、ホームランボールでした。第5球投げた。まあええわ、まあいいのか。おいおい、ビーンボールやめ。場外ホームランでしょこれ。いったわ。はい、場外。どんだけ飛ばす。142、21号。これがうちの中谷だ。よろしく。挨拶代わりのまず一発ですね。今季21本目。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。大台超えたな中谷もついに。よし。さあ絶好調青柳がまだ失点してるが、まあ大丈夫だ。2000本安打好打者鳥さん。第9ボール、よし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 、ナイスセン、ナイスセン。第2球投げた。これもうまいが筒子、225。なんでライト、めちゃくちゃいい打球だったけどな伊藤ちゃん。だ飛びすぎなんだよねこれ。ほんまおかしい。第2球投げた。ボール。第3球よし、バッティングカン。第4球を投げました。あー、うめ、ショート、うめ、うめ。結局2塁残塁です。2回来た。これで原口、ノーアウトランナー1塁3塁という場面で原口、最初のバッターボックスはフォアボール。第2球、これはうまいでしょう。これはうまいわ。素晴らしいインローさばき。坂本か。よし。
よしよしよし。先ほどのプレーです。さあ青柳はもうここはね、スクイズでもいいんじゃないですか。やっぱ警戒してるな。もう一球見るか。さあ次の投球、変化球ストライク、アウトローへ。いやー変にスクイズ、いやこれスクイズええか、打たせよ。なんか打たせた方がね俺可能性感じるわ。いやー無理か。もうちょっとボテボテだったらいけたかもしれない。ここで鳥谷ゴッドバード。第9球投げました。これは最低限いけるわ。いける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 。よし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 。負けられない戦いがここにあるんです。これも梅、あんな甘いコース、しょ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 し。コンパクトコンパクトコンパクト。右バッターボックスは3番大山、今日はセンターフライとセカンドゴロ。めちゃくちゃ打ちやすいぞ。でも飯塚覚醒してる割にはよ。はい、これもこれいったんちゃうか、いったでしょこれ。おせえ、飯塚めっちゃ打ちやすいわ。好相性ですね。俺の好物だわ飯塚。いやーめちゃ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 打ちやすい、いっちゃん打ちやすいピーチャー。これこれも全部初球。はい、回ります、回りません。いやいやいや、やっぱ決め球がないピーは、うちは決め球っつうか、もう直球ゴリ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 押してきよるからな。超打ちやすいわ。第9投げた、初球外れても、よくはまった、おっせ、おう、投げた、危ない球。第3球をポジハメ君を黙らす一発、ダメか、これはダメだ。でも全部捉えてます。スリーアウトチェンジ、4回の表。さあ7回、青柳がまだ行ってるな。どうする青柳、行く行く、行っちゃう青柳。よし、さあもう谷川で、谷川やーべえ、は打たれてますよ。オッケー、チャンスか、国押し。これはあかんか、変なところでなんかな、ターニングポイントディフェンスポイントとか来るよな。これ鬱陶しいな、こんな点差入れんだから別にいいだろう。谷川まだ、もうこれは失点する可能性が非常に高いですけども、いいか、追いつかれることはないと思うけどね。もしものことを考えて、以上ナバーロとか俊介残しとこう。どう、あ、ナイスナイスナイス、よかったよかった。はい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 、3連勝、気持ちいい。青柳やっぱ絶好調は信頼できるな。ご覧いただきました一戦は7対1タイガース勝ちました。勝利投手は青柳、敗戦投手は飯塚タイガース。今日は CP が打った翌日に俺が打つと、実況担当は堂前、こんな気持ちいい勝ち方ありまっか。投打にかみ合って3連勝です。宮崎、そして中谷、この中谷のホームランが効いたよな。青柳は7回7奪三振、被安打4、四死球2と素晴らしいピッチング。そして谷川にイニング投げてと、いいピッチングしてくれた。さあマジックは2ですね。伊藤さんやっぱ能力衰えてきてるな。そりゃそうよ。尾中、原口で森越、尾形と。阪神の海野選手が打撲から回復しました。さあまだ横浜か、これってどういうこと、横浜、
横浜、横浜。ああ、なるほどね。で、ヤクルト、ヤクルト、広島、広島、広島。そういう流れが。よし、じゃあ、これが本日ラストということになるね。OK、やっていきましょう。で、アッキャーマン、岩田いきますか。はい。ナバーロ絶好調、俊介も絶好調。もうこれ、糸井さんは代打要員みたいになっちゃうな。うん、3割1分ってくれてますけど。で、北条も調子がダメ。ってことで、糸ちゃんでいいですか。いいでしょう。ほんならば、ほんなら、大山3番、これ、下位打線にこの絶好調を2人置くっていうね。よし、どこからでも点が取れそうな打線にしてみます。いきましょう。で、混ぜて、最後はね、チャンスピンチ、最近してないんやけど、まあ、ピンチでいいですね。ピンチになると俺がプレイしていきましょう。よろしく。それ、チャンスピンチってやってないな、最近。今更やけど、俺ようやってたのにな。チャンスか、それともピンチか、どっちかになってるわ。チャンスピンチしてないわ。まあ、あれ、時間かなりかかるからな。どっちかでいいんや。ベイスターズの先発は右のウィーランド。対するタイガースの先発ウィーランドか。まあこれ9人目の野手ですね。ほんまに打撃能力すごいんで、投手として考えてはいけない。まあ3連勝してるから気楽にやりましょう。見づらいなこの球場のデイゲーム。おっと、全部強振でくる。ミート打ちしてきてー、これはいったね。素晴らしいプニキ、セガサミー宮崎にホームラン打たれました。サンキュー宮崎ちゃうわ、やらかした。やっぱフォーク信用できねえ。うん、もっと落ちな。ボールゾーンに行かな、ストライクゾーン行ってますわ。いつものことやね、これ。俺の配球の甘さが目立ってます。いや、ちょっと待て。うん、岩田頼むぜ、これ。担ぎはあんまり酷使できん。中谷よかった。いや、これ飛びつかんでも取れ、いやー、飛びつかんと取れんやつ。だな、多分。関根5割4分5厘。そやろ。打ちすぎやろ。うーわー、ボコボコじゃん。初回からこのボコボコっぷり。うまっ。白崎OK。 いやー、点取られたなー。さ、ピンチで勝ちたい。ちょっと5回もたんか。OK。さあ、岩田がもう1イニングいってるな。いや、無理だろ、なんで生かした。 CP 生かすなよ、普通に考えて帰りゃよかったな。いや、もうこの展開なんでね、横山とか島本でいいんじゃないですかね。島本生かせましょう。ロングリリーフできる P が何人もおるからな、うちは。インコース引っ張った、レフト線ヒット。これは甘い。二塁ランナーそのままホームへ向かった。ベイスターズ1点入りました。5対3。2球続けて同じコースに同じ球種投げたらそれは打たれますって。
あワンアウトランナー一塁二塁という場面で飛ばし、今日はセンターフライと三振。第9球インロー際どい球ボール見送ってストライク投げました。打ちました。いい当たり、ライト飛びついた。ライト前クリーンヒット。いやーマジかよ、もう外野前進しとったか今。今フォークってクソ使えん球種やな。どんなコース投げても打たれるじゃねえかこのクソ球種。あっかん、もう二度と使わねえわフォーク。あかんわこれ、うん、いやーもうあんなコースに投げても簡単にヒットされてるもんねこの球種。全く役に立ってないぞこのフォークとかいうクソ球種を。うーわ、ほんでこれもシュートも全くあかん。あらら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 、いやーマジかこれ、何があった横浜打線に。ちょ待てやほんまに。10点目もなえるね、3連勝した後にこの展開は。三球三振、ヤマトから猛虎魂めっちゃ感じるわ。6点おかしいだろほんまこのクソゲーよ。まあ1回打たれ出したらねずっと打たれるからな、プレイヤースキル関係なくよ。おかしいわほんまこのゲーム、ここを修正しろよな。もうずっとそうだろこのゲーム、イラつ、ほんま人をイラつかせる才能すごいわコナミって。どうするこれ、でボール球はきっちり見送るからな。だからチェックスイング導入するっていう話なんだなこのゲーム。タイミング合いません。投げました。打った当たりだ。ボールはライナーでセンターへ掴んだ。タッチアップからホームへ向かう。シラサビセンターへの犠牲フライ。ベイスターズ1点。後に引きずるようなお前負け方しとるぞこれ。お前こんなもんほんまおかしいわ。お前イチローちゃんやから。ほんでまだピンチ招き岩崎か、防御率半端ねえことになってる。まあ、このゲームストレスたまるな、やっぱピッチャーの方でやるとあかんわ、うん、もう楽しい気持ちなんて今一切ないですよ。早く終われとしか思ってない。なんやこれ、これ楽しいと思うやつおんのか。うんまあ、ようわからん。打たれ出したらもうことごとくずっと打たれるから、うん、どうやって止めんねんこいつらほんまに。ほらほらもう全部ジャストミート会心ですよ。これを修正しろよほんまに。はい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 、キャッチャーフライ、はい、ほんまに3連勝しとってよかったな。まさか4戦目こんな展開になるとは思ってなかったぞ。関根に4安打許してやるんやもん。どうとでもなれ。おい嘘やんこれマジで。もう関根なんかに5安打とかおかしいだろ。何が取り柄なんだよ関根って。顔がちょっとかっこいいだけちゃうか。んーやコルスラブ効くか、たまに効く。よし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 ちゃうかも。全然よしよしいう展開ちゃうぞ。 CP がさっきなんかやったことを横浜にやられてるじゃねえかこれ。点取られすぎやろ。もうええよ
はいはいはい、いいです。こんなの、ま、忘れましょう。黒歴史だわ、うん、思い出したくもない。ワースト試合でもええよ。めちゃくちゃ打たれた、めちゃくちゃ打たれた、めちゃくちゃ打たれた。関根に本日3打点で5安打。こんなにね、この人に打たれるの多分阪神だけです、ってか俺だけです、はい、間違いないでしょう。横浜ファンが見てるかは知らんけどよ、もうよかったね横浜ファンよ、うん、覚醒したぞ飯塚も、そしてこの野手も。はあ、横浜にもこんな選手がいるんだ。関根と飯塚のことだなこれ、てか関根のことですよ。どんだけんで俺のクソみたいなピッチングが光に光って10安打で3得点、ロサリオ4タコ、打率が一向に向上しませんロサリオさんね、うん、どんだけ打ってもね次の日とかに4タコとかするんですから、それは向上しませんわ。はあ、岩田と島本の防御率破壊されて、岩崎の防御率ももっと上がりましたねこれ、 2.49 とかになったわ。まあいいですよ今回はね、うん、コナミのねクソみたいな仕様と俺の配球の下手さが光って負けたんですから、ピッチャーに、ピッチャーは全然大丈夫、うん、このままでいいです。一軍帯同させます。大山がチャンス B になったわ、よかった、これだけが今回の試合の収穫ですわ。はいはい、移動日です、移動日、ちょっと待ってよ、うん、先発誰かおらんか、な藤浪は消化試合になってあげますんで、まあいいか、うん、マリあかんわ、最後の最後でフラストレーションがね物ごっついたまるような試合になってしまった。成長、え、糸井さん、てかこれ消化試合もあんまなさそうやな、うん、優勝まだできてないから、うん、もうほぼ9月下旬やぞ、あんま試合残ってねって、マジか、んオッケー、じゃあね次回、ヤクルト戦から続きやっていきたいと思います。んじゃまだね、バイバーイ。